ここは IR 地下鉄道の西松戸駅でございます。この駅はですね、3月16日のダイヤ改正に伴って IR 地下鉄道全線再開されまして、こちら西松戸駅が新しく、新駅として生まれ変わりました。生まれ変わったっていうか、まあ、新しくできたんですけども、この駅はですね、まあ、JR 西日本が建設して IR になるというちょっとね変わった駅なんですけども、今回はね、ちょっと降り立ってみました。3月16日、まあ昨日なんですけども、まあ朝の7時台ということで、まあ人はね、いないんですけども、まあ見た感じ、開業記念もやったみたいで、ロータリーもこんな感じでなっております。それではね、駅の中ね、見ていきたいと思います。こちら西松戸駅の日本海出口の方にやってまいりました。こちらですね、バスが発着してまして、先ほどね、金沢駅のバスが来てみました。まあ、駅はこんな感じで、スーパーですかね、こういうのがあったりだとか、一般車乗り場だったり、自転車の置ける場所も、タクシーの場所も、ございます。こっちはね、日本海出口なんですけども、向こうはね、白山出口になってます。通り抜ける際は、まあ、無人駅なんで入場券が必要かもしれないんで、こっちから行ってみたいなと思います。こう下渡ると、踏切がありますので、そこから、渡ることができます。じゃあ実際に渡ってみましょうか。車がね、こういう下を通っていくので、車が来ることはないですね。こちら踏切ですね。石松踏切だそうです。こちらが北陸新幹線の車庫の、高架ですね。その下に車が走ると。こちらが白山出口の西松戸駅です。歩いて2分ぐらいですね。バリアフリーにね、なっていて、普通にね、エレベーターとかもあります。連合掲示みたいなのがありますね、これ。時刻はそれほど JR の時代とは変わってないような気がします。そしたら電車が来るみたいですね。こっちの方に向に来るみたいですね。2つの発車メロディーが同時に鳴り響いてますけども、まあ、時刻31分なんですが、小松行きがやってきましたね。この電車は7時31分発の小松行きです。で、向こう金沢行きが32分発なんで、もうその列車になっております。JR 北陸といえばのカラーの、ラッピングで西松戸駅を発車してきました。ここは車両連結部です。ご注意ください。
で、この列車はもう譲渡されてますので、JR のマークがちょっと消えております。多分これから AR 石川鉄道のとか、ライン福井のね、塗装になると思います。ちょっと違和感ですよね。この駅は AR 石川鉄道の駅なのに、JR の昔走ってた、塗装で来るのはもう見えないですよね。いつね、あの塗装が、全て変わるのか。JR の時、ここは特急が、バンバン走ってた特急街道なんですけども、僕が特急乗ってた時に、この西松戸駅、開業する前、通ったんですけども、この IR 石川鉄道のこのマークはね、消えてましたね。ちょっとね、ここら辺にちょっと色が、ちょっとシール貼ってたんですかね、多分。6両まで対応してるのかな、このホームは。で、今回ね、使ってるのがこちらの、県内全線開業記念の、特別割引1日フリー切符というのを使ってます。クリカルから大乗寺まで、1000円ということで、割引された、フリーキップを使っております。こちらで、こちら小松駅でね、買ったんですけども、県内全線開業記念の、フリーキップなんですが、こちら小松市、能美市の、金沢から淡路までの、800円の、一日フリーキップになってます。日本海側にね、券売機が置いてあります。向こうの方にはね、券売機はなかったんですけども、まあ、改札機はあるんですけどね。ここはね、しっかり待合室がありますわ。で、これ切符の、販売機なんですけども、こういう感じになっています。西マットはこういう感じなんですね。切符買えるんで入場券だけ買いましょう。よいしょ。こちらに効果多いです。さあ、向こうの方に大正寺行きの、ワンマン列車がやってきました。先ほどのお釣りが出ないっていうことで、ちょっと、急遽 IC カードで、購入いたしました。こちらでございます。さあ、やってきました。金沢駅に乗りまして、終点金沢まで行きます。ご乗車ありがとうございます。次は松任です。
The next stop is 松戸 Station.